であげてるけどね。喋ってみ。もしもし。オッケー。うん、全然上がった。じゃ、うん、今もぐもぐ食ってるから。何食ってんだよ。エビチリ。夕飯中なの？夜な。夜食。うん。本人じゃないよ。え、キースケ本人だった。ん？誰が本人じゃないよ。しんちゃん。声そっくりやったけどな。分からへん。乗っときゃいいじゃんな。だってもともとだって坊ちゃんのリスナーじゃねえんだから。何しに来たのっていうとこから入りゃいいじゃん。どうしたの？あ、違う。こっちが先に行ってね、変な DM が来て。だからその説はすいませんでしたで、ね。言った。そう。それ、こういうのが来たからって説明して、そう。で、コラボに上がってきて、なんだって言ってんのよ。うん、普通に。何喋ったやろ。大衆酒場、配信外で行くときにな。うん。もううなちゃん家帰ってたら、うちそのとき家分からへんからな。うんうん。まだ店におるかどうかを、しんちゃん枠に、ちょ、食べててごめん。聞きに行ったときがあって、うん。そのとき丁寧に説明してくれたから、そのお礼と、何喋ったっけな。ほんだ、その時に佐野怒ってるかなんか、コメントあったから、うなちゃん怒ってないよ、俺、全然。いいじゃない、誰とコラボしてもって。だから、うん、坊ちゃんは、佐野怒ってるとか、そういうポンプを入れてくる小手半は、うん、今まで打ったことない、こいつ来たことねえなっていうやつのは、仕方した方がいいよ、うん。そういうのは潜って、そのタイミングを待ってるやつだから。煽りの。うん。うん。うん、だから、ほっとけへんじゃん。もうパン以外も食べるんだとか言って、パンしか食わねえと思われてるよ。ちょ待って、もぐもぐ、もぐもぐなんとかしたい、これ。いや、もぐもぐいいよ。食ってていいよ、別に。森友いらっしゃい。そのメーカーなんやな。前な。どこどこのジャージ、どこどこのジャージがいいっていう話、ここでしてた人ってな。うん。そのマークやった。ポチってん、楽天で。買ったの？うん。ジャージ。え？それがいいって、なんか、うなちゃんも、おう、それとか言ってた。いや、いいよ、いいよ。悪いブランドじゃないけど、うん、だから俺も買ってるんだけど、うん、ただ何を買ったかだよね。何を買ったかだよね。素材。素材分かれへん、これ。これとか言われても分かんないけど、まあいいや、うん。これ。
なんで上下が黒白なんだよ。セット。その黒白で？うん。黒黒の方が良かったけど。いや、黒黒はダメダメ。白白がいいべよ。あ、そうなん？そりゃそうだろ。だっておかしいだろ、黒白って。いいよ、バラバラに着るから。いや、バラバラに着るからって。じゃあ、ジャージの意味がねえじゃねえかよ。ほんな、黒黒にしたらよかった。まあ、俺は白白の方がいいけどね。黒い方が、白に塗って、塗って着る。塗んなくていいけど。うん、でも結構いいね、いい値段すんだろ。何倍やったかな？ポイント。ポイントとかもあって。まあ、1万5、6千はするだろう。そんなしたかな？その、溜まってるポイントとかに。その分なんか引っ張れる。ポイントで使ったからってこと？うん。わかれへん。普通に買ったら多分、ムーブだったら、2万まではいかないと思うけど。そんなせえへんかった、多分。5、6千はする。単品で、うん。怒ってんじゃん。え？大丈夫か？え？ああ、怒ってねえや。うん。映像変えたのか。びっくりしたよ。うん。青からこっちに変わったから。何これ、うん、この画像。頭く、特殊な人種。やめなさい。エビチリちゃんと食べなさいよ。食べた、食べた。うん。食べ終わった。今度よ。うん。俺が行ってるところで仲介あんだけど。何でも出してくれるとこ？そこもあるんだけど、そうじゃないとこもあるんだけど、うん、そこで、フカヒレとか、食おうぜ。うん。フカヒレ？うん。ツバメの巣？違うよ、フカヒレのあんかけだよ。なんかの巣？なんか、なんやったっけ？フカのヒレだっつうの。なんかあるやん、中華料理で高い、何しろ高いやつやろ？ああ、ツバメの巣も、それはまた別のとこであるけどね。あとは、ナマコとか、あの辺はちょっと高級になってくるけど。ナマコは食ったことあるけど、フカヒレはないかな。ナマコ食ったことあるの？ある。家で出てきた。漬物みたいな。なんか。違う。硬いやつやろ。歯ごたえ。硬くないよ。だから、乾燥してるときは硬いけど、うん。食ったことある？生子ある。いや、ピーターは俺絶対食わないから。俺絶対食わないから。あれはもう、俺一回でもギブアップしたから。干しアワビとか。ああ、あるね、中華はね。うん。ヒルトンの、なんて言うんだろう、それ。読めねえ。なんとか賃料。平賃料か。うん。それはホテルの中入ってるとこは、そこそこ、ね、一流だから。ピータンはダメだってくせえから、俺、食わねえよ。ピータンって何？豆？違うよ、あのさ、卵のさ、真っ黒いやつあんじゃん。うん。煮込んだ卵？違うよ、それ煮卵だから。違うんだよ、あの真っ黒い卵で、
割ったら中にあのひよこの半分生き返りみたいなのが入ってるやつ。ひよこの半分生き返ったやつ？そうだからあの、卵の中のがもうすぐ生まれるか生まれないかの手前ぐらいまでのやつだよ。あ、もうひよこの形状が見えちゃうってこと？あ、そう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 。じゃなくて、おお。あ、だもう俺はダメだと思って。あ、嫌だ。それは嫌かも。で、俺も嫌だと思って。うん。ズブロッカーいらっしゃい。だからピーター、だってさ、好んで食べるもんじゃねえじゃん。ゲテモンなん？いや、ゲテモンではないだろうけど。俺はあえて好んで食わねえな、これは、と思って。深入れとかは、あんかけで、あの、うん、うまいな、とか思うけどね。あとは、スープでも。その、卵食べた時は味付けがいけてないじゃなくて、もう、見た目でいいって感じ。違う、もうダメ。うん。見た目やんじゃ。もう、アウティだよ、あれは。だから、俺なんかは中華料理というより中国料理屋とかは、一人で行くとさ、うん。あの、一人前で完結しちゃうじゃん。量が多い。うん。だから誰かと行かないと、シェアできねえじゃん。ああ。佐野さん、あんかけ好きだよね。ああ、おこげのあんかけとかも好きだよ。え？焦がして、またふにゃふにゃにする意味がわからない。ああ、これわかってないんだ。わかってない、わかってないよ。揚げたおこげを揚げるんだよ。うん。そこに、あの、熱い土鍋に、ジェーってかけるんだよ。あれうまいよな。おこげ。うん。あれはうまいよ。ほら、言ってんじゃんみんな。うん。食感がなんか硬そう。硬くないんだって。うん。あとは俺はね、中国料理屋で食べるのは、イカとセロリのオイスター塩炒め。これも俺は大好き。それなんかここの枠で聞いたことあるな。聞いたことある。うん。大好物。そうそう。あの、キクラゲと卵の炒め物とか、あと、トマトの炒め物も好きだよ。うん。だけど、そんな何品も頼んでも食いきんねえから、一人で行って一品で終わっちゃうんだよ。トマトだけ炒めてんの？謎なの？違うよ。トマトを炒めて、卵で、うん、あの、こう、なんだろう。閉じてる。まぶすっていうか、うん、閉じるっていうか、うん。酢豚は絶対食わない、俺は。トマトに卵をまぶしたら、卵にケチャップかけたんと同じ感じ？全然違う。ほう、もうさ、発想がさ、トマト、卵に、ケチャップかけた感じっていうのをやめて。一緒やって、色的に一緒一緒。違う、色じゃないんだよ。じゃ、素材も一緒やんか。トマト。素材は違うだろう。ケチャップじゃねえんだよ。ケチャップはトマトやん。いや、トマトはベースだけど、ケチャップじゃないでしょ、つうの。うん。うん。面白いね、坊ちゃんね。まだまだ食ったこと、うん。
食ったことないもん多いね。ああ。その、実家おるとき外食そんな行かへんし、だから独身時代、そうだよな。うん。しかない。結婚してからもあんまり外食って言ってへんから。ああ、そっか。だから、あんまり。俺は結構外食マニアだから、うん、いろんなもん外出て食ってるからな。うん。うん。だから今度っていろんなとこ連れてってやれよ。坊ちゃんの会計でな。は？は？なあなあ、50万円が財布に入ってんのはいつまでなん？それまでに寝てる間に取りに行かないと。ああ、そうだな。うん。いつまで入ってんの？ずっと入ってんじゃねえの。減らねえんじゃねえの。ほんまに？うん、取りに行かないと。急いで取りに行くわ。うん。頭壊れてる。坊ちゃん。持ってってもいいから。寄ってないかいいか。早く来て。お、行った !50 万くれんの？マジで？うん。今すぐ行くで。持ってってもいいよ。うん。やったやったお泥棒とか言って訴えられへんの？大丈夫？なんでだよ。泥棒じゃねえじゃねえかよ。お前、自分、俺んちの鍵持ってんだから泥棒じゃねえだろって。やったー !50 万ゲッツ。ゲット。本当にあるの？え、俺の財布に？ちょ、早く濃いめの作って飲んで。ちょ、早く濃いめに作ってきて酒。寝ろってことか。え、俺今、お、50万ぐらい入ってるよ。ごっちゃんでーす、うん、いただきます。パンじゃなくて、うん、じゃあそれ、それそれそれ。うん。本当も嘘もね、俺いつも大体入れてっから。寝るとき財布隠しとくとかなしな？ちゃんとはい。あのさ、坊ちゃんさ、うん、俺寝るときさ、うん、財布どっかに隠したことある？じゃあないし、うちもそんな人の財布見えひんけど、許可もらったら取るよ。許可いいって言われたから、取る取る。うん。坊ちゃんだったらいいよ。めっちゃ発狂しそう。誰が？気づいた時発狂しそう。うわ、ない。いや、そんなことねえよ。うん。で、それ10の束やろ？わからんように、一個ずつ、一枚ずつ引き抜いとったらわかりにくいよね。だから、そのさ、そういうせこいことやんのやめようよ。だ、10の束から9の束になんのやめて。そんなんいちいち数えへんやろ？ああ、数えねえな。しかも、5束全部取るんじゃなくて、真ん中の束とか、あれ？これ数え間違えてるわ、お礼ぐらいの感じで。ちょっとだけ。いや、そこはない、もう。うん、しっかり見てるから。寒いね。今54万入ってるから、俺の財布の中に。おぉ、きっちり、怖い。ちょっと取ったらバレそう。いいの。うん。坊ちゃんは何やっても怒んないから、俺は。うん、イエーイって言って、あ、50万ゲットだぜっつって遊んでりゃいいんだよ。うん。返さへんで。返さへん。もうほとぼり冷めるまで。なあ。優しいっていうか、優しいっていうか、だって別に坊ちゃんに、だって、財布の。あ、プチプチなるな、ちょっと待って。財布なんか別にいいじゃん、そんなの。その程度のことだったら。あれ？切れちゃった？あら？切れてねえよ。
優しいっていうか、佐野さん優しいとか、マジな。あの、いや別に優しいわけでもなくて、俺基本坊ちゃんに怒んないよな。普段？うん。うん。ただ、配信のことを言われると、口出すなっていうだけで。プライベートでは俺怒んないよ。配信のことで口出したのなんか一番初期の頃の一回だけやで。全部このイエスマンかよって言って怒られただけ。そうそうそう。だからそういう時以外は俺怒んないじゃん。うん。あとは別に全然怒ることないよ。俺がいつも怒られてるから。嘘つきっつって。俺も怒ったことないよ。ちょっと待って、坊ちゃん。ないない。ないよ。いや、これリスナー、ちょっと待って、これ、ここは検証してくださいよ。坊ちゃん、いつも俺に怒ってるよね。ほら、ケチが言ってるよ。とか言って、坊ちゃん発狂モード。もう瞬間違和感らしきだから。その時はお互い。お互い怒ってる時やろ？チャラやで。そんなん以外で。大丈夫？何そのチャラって。チャラやん。ああ、まあ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 、いいけどよ。うん。まあまあ、しゃあねえな。うん。ああ。一人でいる、家にいるのも寂しいに。誰か呼んだら？何？呼べる人なんかいませんで。だいたい坊ちゃんがアホ面かましてタクシー乗ってくるぐらいしかないんだから。ハゲ面？なんて？アホ面。ハゲ。ね。ウーバーイーツ、ウーバーイーツ、もう食べたもん。食べ物ではもう釣られへんし。うん。サンサバ目当てに、寝た頃に行くかもしれん。おい、ちょっと待って。ん？寝込みを襲うのはやめろ。襲わへんよ。襲わへんし、トイレで寝てるとこどうやって襲ったら。カチッて開けて、カチッて開けて、カサッてて、てててててて、おい、じじい寝てんなっつって、ヒッヒッヒッで、うん。はい。じゃあねー、みたいなのはやめてね。え、寝込みやってまうっていう意味やろ？違うよ。こそっと来て。うん。うん。なんか家の中こう、とか。あ、でもよ、俺が寝てたら、俺ん家来て、こそ泥や。でも俺の鍵持ってるから、こそ泥ではないわけよ。堂々と。だから、そしたら、こそっと来て、ここでまた枠開けりゃいいんだよ。おっちゃん寝てるぜって。うん。また？またサングラスつけたまま寝とくの？違いよ。俺はベッドに入ってくから。一緒にほな、こう、横に入って。脱がして配信。それは絶対ダメだろ。それはルール違反だからダメ。ね、坊ちゃんは俺と、ね、一緒にねんねしたいんだろうけど、それはダメよ。いや、一緒にねんねしたいとかではなく、
まあいいや、え？え？何ですか？じゃあもう最近諦めたからもういいね。最近諦めたって、その、もう諦めた。何を諦めたの？こいつやらねえなって、もう。こいつやらねえなかよ。おい！もう。こいつやらねえなで諦めたんだ。うん。はぁ？なんだそれ。いやでも一緒にいて喋ってりゃ楽しいべよ。喋ってたら楽しいけど、喋ってる途中で寝はるやん。うん。うん。それは申し訳ないと思う。俺大体寝落ちだからね。うん。っていうか、坊ちゃんが寝ないんだよ。いつもテンション上がってるから。うん。俺ん家来たらもう全然眠気なんかないんだから。そっちはほらテンション下がっ、俺は逆に、うん、ああ、坊ちゃん来たんだと思って、くっちゃべってるうちに、うとうとうってして寝ちゃうタイプだから。うんうん、だから、プッと起きたら、うん。あれ、坊ちゃんいねえよ、と思って。なるわけじゃん。うん。で、坊ちゃん俺のこと起こしては絶対帰んねえの。うん。帰るよとか絶対言わねえから。こそっと帰るから。こそっと帰りに鍵かけて帰るから。一回だけ起こしたけどな、びっくりして。あの時以外は起こさない。合鍵パワーナムル、決まった。あざーす。は？え？じゃないよ。今飲んでんの？坊ちゃん。飲んでんじゃん。今ちょっと飲んでる。飲んでる。ちょっと飲んでる。うん。タリーズで飲んでんだ。音で分かったよ。うん。この会話ってすいません、すいません。落ちます、落ちます。大丈夫、大丈夫。いやいや、起きた。そういうのいいんだよ。うん。ごめんなさい。ちゃう、みんな思ってんねんで、LINE でしろよって。すいません。ごめんなさい。違う。いいんだよ。これコラボだから。うん。そんなこと言ったら、どこもコラボ枠、どういうことってなるじゃん。マカパワーまた飲みましょう。俺が？マカるの俺が。あ、坊ちゃん落ちちゃったよ、ほら。お前らそういうこと言うなよ。起きたてめえブロック入れんだわ。俺が大好きな人がコラボ上がってんのに、な？お前腐ったコメント打つんじゃねえよ、この野郎。ほら。電池、充電、ちゃんとすれや。なんで電池って。アナログかよ、電池って。充電だ。だから停電とか言うんだよ。佐野さんに心を許してるんですよねってこと？坊ちゃんが？いや、どうかな。意外と疑ってるよ。うん。女好きのエロジジイっていつも言われてるから。へいへい、へいへい、すいません。クソジジイっていつも言われてるから。
電池が切れたか。電池っていうか充電切れたのかな。うん。切れそう。充電しないよ、もう。そこが佐野さんに心を許してる。いや、どうなのかね。俺、坊ちゃんにそういうことあんまり聞かないからね。聞いても答えてくんないから。クソがーとか言っていつも言われるから。うん。知らねえよとか言って。ああ、わかった。おかわり取ってこようかな。よいしょ。おかわり取ってきます。